満員のお客様、ありがとうございます。ありがとうございます。まずはご挨拶いただこうと思うんですけども、先ほども私申し上げましたように公開から20日が経ちました。改めて今のお気持ちはどうなんでしょうか。あと周りの方からね、見た感想だったり反響は来ているんでしょうか。まずは久保田さんからお願いします。皆様今日はありがとうございます。金木研役をやらせていただきました久保田正孝です。反響ですか。反響あ、じゃあまず20日経った今の、あ、20日経った方、20日経っちゃったなっていう、経ちましたね。そうですね、結構舞台挨拶一緒にやらせてもらって20日経っちゃったなって、2人で楽しく過ごしてる間に20日経っちゃった。そうですね、やっぱ時間って経つの早いなみたいな。はい、そうですね、はい、その間に皆さん今日満員のお客様、そうですよ、本当にもう、もうすごいですよ。そうですね、うまく伝えられない。や、あんまり僕喋れるとあれなんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。鈴木さん、はい、アモン役やらせてもらいました鈴木です。皆さん今日本日はありがとうございます。やっぱり夏も終盤に近づいてきて、夏もね、お祭りだったりいろんなところで楽しんでると思うんですけども、この間目覚ましテレビを見ていまして、はい、ライブやってたんですよ久保田さんが。はいはいはい、はい、それでですね、この舞台、そうですね、皆さんご存知ですよね、はい、で舞台挨拶の最中でですね、はい、何回もLINE を交換したっていうお話と、はい、そして焼肉屋に行く約束をしたっていう話を2つ今までしてきたんですけども、はい、一向に誘ってこないのにライブやってんじゃんと思って久保さん、俺の焼肉忘れちゃったんですか久保さん。何をおっしゃいますか。忘れたわけないじゃないですか。そんなそのただの嘘つき野郎じゃないですかね。そんなわけないじゃないですか。そうですよ。何言ってんですか。すごい気持ちよく歌われててかっこよかったので、はい、ね、でも俺お誕生日もお祝いしたし焼肉も約束したけど LINE 一向に引かんないなと思って、今ほら客席から今はぁみたいな声がありますよね。ですね、今ですね、いろいろとお仕事させていただいてましてですね、はい、明日からハイアンドローというのもありますからね。そうなんですよ、そうなんですよ、ありますね、同じ松竹様でありますよ、そうですよ、ハイアンドロー、僕ら一切もうね、あまり会えなかったですけど、鈴木君のかっこいいアクションが満載でございますので、そちらの方もぜひ東京グルーを見た後に見ていただきたいと思いますので、本日はありがとうございました。でも LINE 送ってあげてくださいよ、LINE。 いや、そうですよ、いやそれもそれちゃんと分かってます。でも久保さん多分しっかり、いや本当に本当に思ってるんで、信じて、口約束には絶対しないです。あれぐらいしないです、はい、ただ何年後かになるそうですよ、本当に本当に分かりました、分かりました、はい、周りからの反響なんかありました。いや、そうですね、やっぱ東京グルー見たよっていう方多くてですね、はいはい、すごい作品も面白かった、そしてアモンもすごくかっこよかったって言ってくださる方が多くて、はい、すごく嬉しいですし、はい、さっき僕裏でマネージャーさんと喋ってたんですけど、久保田さんって次何やるんだろう、なんか出させてくんねえかな一緒にっていう話をずっとしてたんですよ、マネージャーと。マネージャーさんとすごい生々しいんですよ。それぐらい久保田さんのことが好きになっちゃったんですよ僕。舞台挨拶一緒に回らせてもらって本当に素敵な人なんですよ。いや何をおっしゃいますか。ちなみにどういうところが一番素敵だな、いいですか。聞き込みすぎ、そこ切り込んでいきたいなって。そうですね、でも本当に役者としてももう尊敬してますし、はい、そしてこうやってまたお芝居と違った現場でお会いしても本当に素敵な先輩ですし、はい、なんか面倒も見てくださりますし、本当に素敵な方だなって。あとじゃあ焼肉連れてったらあと100点満点ですね。そうですね、あと LINE ね、はい、LINE ですよ、そうですよ、ありがとうございます、はい、まあ、さあではいきなりラスタンプ来るね、いきなりスタンプ何の意味もなく、はい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 、最高やなって、はい、どうぞ進めてください。